撮りたいんですか？撮りたいならいいですよ。撮りたいならいいですよ。撮りたいならいいですよ。どうやって使ってるんだ。どうやって使ってるんだ。勝ち、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 おはようございます。動画か。フーが普通にフーがですね。の中で、あ、今日はよろしくお願いします。お願いします。最初わからないよ、空いてるとこ行くぞ。右左、右左、一番足の裏だけ、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 足の裏だけ。ボール戻さシラス丼。シラスと米は1対1。1対1。なんかやってるの見てると怪我人以外はさ、何じゃん。確かに確かに変だよね。あ、掘り奥でやってました。あ、聞いてる聞いてる。コアな部分に行きすぎて、もう芝の下まで行っちゃってる。コアが、コアがもう怖すぎて、深いところ行きすぎて、この芝の下が効いてるよ。今上げてる最中じゃ。上げてます。まだ34までまだです。まだ時間がかかりそうです。え、その時速34キロ。いや行くやろ。だってジョギングで30キロ超えてたんだから。まあでもね、センターバックはね、切磋琢磨しないとね、いけないから。それも、ヒロさん。ヒロさん抜けて、俺一番目になっちゃった。ちゃんとやらな。ね。やばい。いや、でもあのさ、19歳の頃に来たホノヤとはもうね、そうですね、わけが違うからね。子供もできましたし、うん。うまくまとめれるでしょう。子供は可愛いですか？可愛いです。もう、まあ、ほんと、唯一の楽しみは一日のテレビ電話です。マジで楽しみです。それが一日の終わりに癒されて、おやすみって、はい、勝手に会話して、喋ってないけどね。喋ってないけど、いいように全部解釈して。今何ヶ月ぐらいだっけ？5月に生まれたんで、今8です。もうすぐ9です。9ヶ月帰ったら、だから8ヶ月の、間あれなんです。キャンプほとんどいなくて僕、だから2日間だけ8ヶ月味わえて、でそしたらもう9ヶ月になっちゃうんで。もうそのなんかね、考え方がもうお父さんだし親バカやね。大事な1ヶ月が会えないんで本当に寂しい。最初の1年は成長もすごいしな。捕まり立ちしてちょっとなんていうんですか、あの捕まり歩き、ビデオ電話で最近見れて、成長感じると本当に嬉しいです。